第5回王道トーナメント、早くも1回戦の組み合わせが決定。9月12日東京後楽園ホール、吉立 VS 田尻、宮原健人 VS 海、ゼウス VS 蔡良治、石川修司 VS ボディガー。9月16日埼玉大会、諏訪間 VS 野村直哉、青木敦史 VS ジェイク・リー、岩本浩二 VS 青柳優馬、浄土リング VS 佐藤光。9月12日後楽園ホール大会から23日仙台大会までの5大会にて行われる勝ち抜き形式の熾烈なトーナメント。猛者が繰り広げる死闘を制し頂点を勝ち取るのは一体誰なのか。全日本プロレス秋の風物詩王道トーナメントの激闘にご期待ください。2017サマーアクションシリーズ、23日の那須ハイランドパークでは青木佐藤 VS タンク本田のアジアタッグ選手権が実現。28日名古屋大会では秋山諏訪間宮原 VS 石川城岡林、最終戦30日の大阪大会では諏訪間宮原ゼウス VS 石川城ボディガーのスペシャル6人タッグマッチが実現。8月6日神戸大会で開幕する2017サマーエクスプロージョン以降は西日本で熱い戦いを繰り広げる。20日の愛知岡崎大会では秋山宮原ウルティモカルシティコ VS 石川田尻ディアマンテブラックタイガーの豪華8人タッグマッチが実現。8月19日特別興行、ウルティモドラゴン30周年記念後楽園ホール大会、ウルティモドラゴン秋山純カルシティコ VS 浄土リングエルディアマンテサム・アドニス、アノー・サオリ牧夏美 VS モンゴル軍団 with ミス・モンゴル、宮原健人ジェイク・リー VS 野村直哉青柳優馬。この他にもドラゴンスクランブル時間差バトルロイヤルなど注目の対戦がラインナップ。2017旗揚げシリーズの大会日程はこちら。日本全国で熱い戦いを繰り広げる。10月21日秋山純大森隆夫デビュー25周年記念大会として横浜文化体育館大会の開催が決定。2017世界最強タッグ決定リーグ戦の開幕戦が11月19日北海道真駒内で行われることに。全日本プロレスの熱い戦いにご期待ください。8月3日 BS11 プレゼンツ全日本プロレス新木場大会、秋山純石川修司大森隆夫海 VS 宮原健人ジェイク・リー野村直哉青柳優馬、アノー・サオリ夏すみれ VS 佐紀高瀬美幸、諏訪間 VS 佐藤光、青木敦史岡田雄介 VS 鈴木小太郎佐藤圭一。その他にも田尻と丸山の一騎打ちなど注目カードがラインナップ。そして8月27日全日本プロレス45周年記念両国大会追加対戦カードが決定。
技法カード青柳優馬 VS 太一に加え、カルスティコ VS エル・ディアマンテ、父正信ザ・グレート歌舞伎 VS ドリーファンクジュニア・ヒロ・斎藤、さらに45周年前のそういうメモリアルな、ね、場になるわけだから、当然その先も俺自身はイメージを今すごいしてるし、その両国45周年にふさわしい、ね、相手というのかな、それは俺の中でちょっとやりたい相手が一人いるよ、どうしてもやりたい相手がいるんで、その相手とは、はい、全日本プロレスファンの皆様お久しぶりです、新日本プロレスの小島聡です。45周年記念全日本プロレス8月27日両国国技館大会に行っちゃうぞバカ野郎。スワマ VS 小島聡、全日本プロレス真夏の大一番、両国大会の激闘にご期待ください。